はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をこうしてレビューをしているという内容になっています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもですねチャンネルページに再生リストが作ってありますのでそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもそのリンクっていうのを貼ってあります。よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。 で今日ご紹介する本は「ナショナルジオグラフィックプロの撮り方色彩を極めると」。と いうタイトルの本になりますで昨日も、えー、このシリーズをご紹介してるんですけれども、まあ、過去に紹介しているシリーズとまた、えー、明日以降、えー、ご紹介するシリーズについてもですね、えー、説明欄にリンクを貼るようにしますので、まあ、よろしければシリーズで、まあ、見ていただければと思います。でえっ、ー、とこの本はですね、えー、まあシリーズの中でまあ、想像力を極めるシャッター速度構造を極める露出を極めるというシリーズを私持ってるんですけれどもまあ、えーと 今回は色彩というところに注目をして、えー、まあ、写真の撮り方を解説しているという本になります。で、もうあの表紙のページから見てわかる、見てわかると思うんですけれども、まあ、非常に綺麗な写真がまあ、あの撮れてます。で、まあ、こういった写真を撮るにはどういうことが、えー、まあ、テクニックとして必要なのか、また知識として必要なのかということを解説している本になります。 で、えっとまあ、個人的に勉強になったところはですね捕食とかあと進出色、交代色とか、まあ、そういう考え方っていうのは非常にあの勉強になるなと思いましたで捕食っていうのはですねその要は、えっと、対になるような色合いのことですね、えーまあ、例えば赤と緑とかですねこの本でいうと、まあ、こういう 緑の葉っぱがま赤色のバックで取られているとかあとさっき言った進出色交代色っていうのはですねあの明るい色は前に飛び出してきて見えて、えー、暗い色は後ろにこう下がって見えるということですで例えばこういう、えー、まあ、青い背景のまあ、濃い青の空の手前にま赤いリンゴが置いてあるとかですねでまああのこういったテクニックを利用するとあのもうすでにご紹介している構図の、えー、まあ テクニックだけではなくてですねその構図に人を加えすると、まあ、色でこうポイントを置いていくようなことができたりとか、えー、まあもちろんこういったです、ね、ビビットな写真をこうバシッと撮ると、まあ、そういうことが可能になりますというような内容でした。 でえっとまぁ、あ、ちょっとあのポイントがですねその色合いというところでまぁ、あ、カメラのテクニックというよりはまあやはりその背景あのまあ写真の切り取り方とかですね、えー、そういうところに今フォーカスしする部分もあるんですけれどもえっとまぁ、あ、この方はですねその写真を撮るときに、まあ、自分が撮りたいなと思った対象物の奥にまあ、布を持ってくるとかですね、えー、まあ、何かそういう工夫をしていますでこの 写真あのおじいさんの、えーまあ、バッグにです、ね、オレンジ色のこう壁みたいなのが見えると思うんですけども実はこれはそこにあったものじゃなくて、えーまあ、よくよく見てみると、えーまあ、このサポートの方がですね後ろに、まあ、オレンジ色のものを持ってでまあ、そういう壁みたいに見えるようにして撮ってると。 いうことですでまあこの著者の方はですねえっとまぁ、あ、こういった工夫っていうのはまああの必ずしも悪いことじゃないんだとまあ、写真家といえどもですねそのある限られた瞬間の中でまあ、最高の1枚を取ろうとするとやっぱりこういうテクニックっていうのはまあ必要ですともちろんその あの後で加工するとかですね、まあ、そういうことは、まあ、あの必要最低表現にすべきだって書いてあったと思うんですけれどもあのでもやっぱりフォトショップとかですね使われてるみたいですしあの現場で撮った時のその瞬間っていう時にまあ工夫をするっていうのもまあ同じぐらいまたそれ以上に重要だということがまあ書かれてたと思います、まあ、この辺りも含めてまあ非常に勉強になりましたあの写真に興味がある方はまああの買ってみるとあの見てるだけでもですね非常に写真があの綺麗で面白いんで是非おすすめです まあ写真集として見てるだけでも結構楽しいですね。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。